こんにちは、日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから、後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は伊馬深淵です。走り回る馬や騒ぎ立てる猿を取り押さえにくいように、人間の欲情が抑えがたいことの例えです。使い方は伊馬深淵を制し得ないなどと使います。今から伊馬深淵を楷書で書いてみます。だから伊馬深淵を行書で書いてみます。だから伊馬深淵を草書で書いています。それでは今から伊馬深淵の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。